コスタコーヒーはコカ・コーラ社の子会社である。イギリスのカフェチェーン店である。本社はイングランドのダンスタブルに所在する。コスタコーヒーは業者やイタリアンカフェに焙煎したコーヒーを供給する卸売業者としてブルーノ・コスタとセルジオ・コスタの兄弟によって1971年にロンドンで設立された。1995年にウィット・ブレッドが買収したが、 2019年には39億円ポンドでコカ・コーラ社に売却された。31カ国で3401店舗、18412人の従業員を要する企業に成長しており、イギリス国内で2121 21の店舗と6000台を超えるコスタエクスプレスの自動販売機、さらに海外で1280の店舗を有する。コカ・コーラ社はコスタをその親会社であった。 ウィットブレッドから51億ベイドルで買収する計画を発表した。2019年1月3日に合意された買収により、コカ・コーラ社はヨーロッパ、アジア太平洋地域、中東、アフリカに広がる強力なコーヒーの基盤を得ることとなった。コスタコーヒーはカフェチェーン店として世界第2位、イギリスでは最大の規模を誇る。ブルーノとセルジオのコスタ兄弟は、 1971年にロンドンのランベスでコーヒーの焙煎所を開業し、地元業者に供給を開始した。コスタ一家はそれに先立つ1960年代にイタリアのパルマに移住していた。1978年にはコーヒーの販売に進出し、ロンドンのボクソールブリッジロードに最初の店舗を開業した。1985年、セルジオがブルーノが持っていた。 コスタの株を買い取り、ブルーノは食器会社の設立に軸足を移した。1995年までにコスタはイギリス国内に41店舗を構え、またイギリス最大のホテルとコーヒー店事業を営むウィットブレッドの完全子会社となった。2009年、カーディフ2 0 0 0番目となる店舗を開業。2009年12月、コスタはポーランドのチェーン店、 コーヒーヘブンを3600万円ポンドで買収することで合意し、中東王の79店舗がチェーンに加わった。2018年、ウィットブレッドは株主であったエリオット・アドバイザーズ及びセーチェム、ヘッドからコスタとウィットブレッドの各事業を個別に運営した方が、はるかに価値が上がるとして、コスタを売却するか分離するよう圧力をかけられていた。 2018年4月25日、ウィットブレッドは2年以内にコスタを完全に分離する方針を示した。その後、コカ・コーラによるコスタの買収が発表された。2019年1月3日、コカ・コーラ社はウィットブレッドから49億ベドルでコスタコーヒーの買収を完了した。2019年11月20日、ドミニク・ポールが CEO を退き、 ジル・マクドナルドが公認となることが発表された。2020年7月1日、日本初出店となるポップアップストアを銀座ロフト1階にオープンした。2021年4月5日、日本コカ・コーラはコスタコーヒーブランドのペットボトル入りコーヒー飲料を同月26日より全国で発売することを発表した。日本コカ・コーラはコーヒー飲料の主力ブランドとして ジョージアを展開しているが、コスタコーヒーはジョージアとは別枠のプレミアムブランドとして展開される。エスプレッソ2017年5月3800万円ポンドを投資して焙煎所オランベスからエセックスのバジルドンに移転し、1年間に焙煎できるコーヒーもめの量を1万1000トンから4万5000トンへと増強した。コスタコーヒーはコーヒーテイスターとして ジェンナロペリシアを雇っている。ジェンナロの下には2009年のロイズ・オブ・ロンドンにおいて1000万円ポンドの保険がかけられている。ブラッドフォードのフォースター・スクエア・リテール・パークにあるコスタの店舗コスタ・コーヒーは2019年10月現在、イギリス国内に2467店舗を有する。イギリス国外では32カ国2413の店舗がある。 イギリス国外の最初の店舗は1999年にアラブ首長国連邦に開業した店舗であり2017年9月には世界で初めてドバイのビーチで日光浴をする客にドローンを利用してコーヒーを配達するサービスを開始したコスタエクスプレスウィットブレッドはコーヒーの自動販売機事業を展開していたコーヒーネーションを5950万円ポンドで取得した後 自動販売機のブランド名をコスタエクスプレスとした病院、大学、乗り換え駅等への設置拡大を計画している。デンマークではシェルのガソリンスタンドにコスタエクスプレスが設置されている。以前はカナダでもシェルカナダの店舗に設置されていたが、すでに撤去されている。イギリスではガソリンスタンドに付属するコンビニエンスストアのうち、 食品チェーン店のスパーが運営する店舗のほとんどにコスタエクスプレスの自動販売機が設置されている。2018年9月現在、コスタコーヒーは3大陸の32カ国に合計3882の店舗を有する。2019年8月19日、コスタコーヒーは給料が不正に減額されたと従業員から主張されたことでメディアの注目を集めた。 報道によれば、従業員は、トレーニングの給料から 200A ポンドを減額された、ほか、レジの現金の不一致や、ランニングコストの分についても減額されたとのことである。不正な減額に関する主張は、コスタが店舗の詐欺被害分を店員に保証させていることを示唆するツイッターの投稿が、引き金となって起こったものであった。コスタは、当該議論からは距離を置くよう努めつつ、 フランチャイズ店の契約はフランチャイズパートナーによって管理されており雇用契約の中には減額に関する条項が含まれているものもあると表明した。さらに8月23日にはコスタのフランチャイズ店の従業員が人間と扱われていないとの主張がメディアに掲載された。その報道の中では病気休暇や年次休暇分、契約時間外の労働分、 そして受け取ったチップの分の給与の支払いを経営者が拒否したことが主張された。また、フランチャイジーであるゴールデックスエセックスインベストメント社の匿名の元従業員の主張として、週48時間の労働契約であったにも、かかわらず、休暇分の1000円ポンド近くを給与から減額されたと報じられた。さらに、管理職レベルのバリスタや従業員が、 フランチャイズパートナーが作成した契約に述べられている数々の減額に対して不満を述べていることも報じられ、開店が5分遅くなったことで 150A ポンドの給料の減額がなされたとのもと管理職従業員のコメントが引用された。その他に契約に規定されている罰金としては使用した制服が返却時に傷んでいた場合のもの、ゴミの出しすぎ、 レジの現金のフ一ッチといったものであった。この記事に対し、コスタコーヒーの広報は独立した調査を開始したと述べた。コスタは2006年以来、コスタ賞のスポンサーである。ありがとうございます。